今日のメインアクト歌い静かですね。出会えてよかったなと気持ちも込めましてうまく繋がってないからめっちゃ仲良しなんですよ。めっちゃいいから楽しんでてください。出なかったなっちゃったな。いやでも楽しいステージになると思います。この後も楽しんでてください。初めての試みです。自分が歌わないときに自分はどうなるのか怖いですね。聞いてください。今日は本当にありがとうございました。一期一会ありがとうって言えることが一番
時よりも笑ってる時を過ごしてください。世界の人がただ優しく思う一期一会に感謝するのに、でした。これでローグリーのステージは終わりなんですけれども、この歌い静かとかですね、ライブが一緒になった時には必ず歌わせていただいて。